グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。今日はですね、東京にある、リバーブ .com の、オフィスに来てまして、なんとそこで僕は普段こうライブで使っている、ペダルボードをちょっと紹介しようかなと思います。まずギターなんですけど、ほんとこれ最近買ったやつで、探してたんですよね、セミアコ。ちょっと前に、330を買って、で結構こう弾き心地が良くて、やっぱ箱物いいなと思って、それまで全然弾いてなかったんですけど、でもやっぱフルホローというか、芯が入ってないですし、あとネックのジョイントも結構深かったんで、ハイポジション弾きづらくて、まあ、いつでも使うって感じじゃないなと思ったんで、どうせだったらこう335系のギターが欲しいなと思って、どうせだったらちょっとなんかちゃんとヴィンテージとかも見てみたいと思っていろいろ探してたんですけど、でチェリーとかのもうすごくいいのたくさんあったんですけど、やっぱチェリーって使用率がすごいじゃないですか。まあ335にしろ、345にしろ、355にしろ、例えばあと黒の355とかもありだなと思ったんですけど、普段レスポールカスタム弾いてて、なんか黒の335に持ち帰るの結構普通だなみたいな感じがしていた時に、たまたまこれを見つけまして、ウォルナットカラーも結構いいなって思いましたし、ゴールドパーツなんで、そのメインで持ってる3、レスポールカスタムとのなんかこうマッチングもいいというか、一緒に並べたり持ち替えたりした時にいいんですし、このバインディングがちょっとこう汚いというか、なんていうんですか、黄色くなってる感じとかもこうマッチしててすごいいいなって思いましたし、やっぱ人と被らないところが一番大きなポイント でネックとかすっごい細いんですけど、もうこれすごいんですよね、ここかなり細いんですけど、正直最初弾きづらかったんですけど、もうそこは自分を合わせていくとか気合で、自分がこう手なずけていく感じとかもうちょっとやりがいがあるなと思って買っちゃいましたね。もう結構見た目です。ビグスビーはもう後付けなんですけど、見た目で、あとピックアップの上にもギブソンのロゴが入ってて、これは結構多分70年代のこんくらいの時期しかないですもんね。だからそういうのもなんか人と被んないポイント、人と被んないってとこだけでもほぼほぼ選びましたね。あとはもう音とか弾き心地は自分で何とかしていくっていうスタイルでいこうみたいな感じ。じゃあ、ボードの方に行きます。まあギターからケーブルで信号出まして、最初ジャンクションボックスに入るんですけど、そっからまずこっちのボード、縦に置いてある方のボードなんですけど、これは基本的に、ピッチ系のものと、ボリュームペダル、ワウが入ってまして、まずここ入ってきて、スイスシングスにまず入ってまして、それが、2ループあるうちの1つに、まず、エレハモのポグ入ってますね。ループ1にエレハモのポグ入ってて、ループ2の方に、EQD のテンタクルと、ビットコマンダーを入れてて、曲によってこれ使う曲が結構決まってるんで、曲によってこうこっち、次の曲はこっちとか次の曲はこっちっていう風に決めといて、でここでオンオフするっていうスタイルでまずコントロールしてますね。でそっから、ボリュームペダルワウと通っていって、だからなんかその歪みの前段にかけたい人たちがこっちにいるって感じで、でそれで一回アウトして、今度はこっちのジャンクションボックスに入り、こっからは多分まずこの、プロビデンスのペック2に入ってまして、ガムテープの上に番号書いてあったりするんですけど、多分この番号通り 1,2,3,4,5 の順番で入ってます。こっちのこのペック2にはここまでのこう歪み系と、まあ、あとレベル系、この MXR の EQ までの5個をこれに入ってて、それをこう 1,2,3,4,5,6 7個に組み合わせをプリセットしてますね。これ全部カタカナで僕が書いたんですけど、これだとまずこの、バッキング用のアンプチョックみたいな感じで、で次踏みますと、このマンリーサウンドの、M200 がクランチのアンプに入ってオーバードライブになるみたいな感じで、まずこの2つでバッキングするみたいな
感じでやってまして、で次のこのファズはですね、この同じくマンリサウンドのロノベンダーとこの M200 がダブルでかかったやつに、伴奏のアンプよりもレベルをちょっと上げておいたクリーンの、ワット数の高いアンプにこのファズを入れるっていうスタイルですね。でこれが結構メインのリフを弾いたり、まあ、リードのトーンのメインになります。でなんかもうライブとかで今ギターがうわーっていう時にさらにこの2つにこれをかけたもの、レベルをちょっと持ち上げたものをここで入れて、まあ、これが多分最大音量が出るセッティングっていうのがここにあります。でこちらが今のこのロノベンダーみたいな音で弾きたいんだけど、もうちょっと後ろに引っ込みたいというか、歌の後ろで、ファズトーンを出したい時に、この M200 とブラックアッシュで、かなり似たトーンなんですけど、ここはちょっとこっちの方が、歌の後ろに行きやすい音色にして、で次のこのクランチソロっていうところは、この、カージアンの、オーバードライブ入ってまして、それとこれか MXR のEQ で持ち上げてて、クリーンだけどリードみたいな時に、これでやってます。でこのドライブソロってやつは、さらに今のこの2つにこれもかかっていて、まずファズトーンじゃないオーバードライブトーンのソロを弾く時にここを使うっていう、もう歪み5個のペダルで、1,2,3,4,5,6,7 音色を基本的にはライブで使い分けるようにしております。こっからこっち側のセクションは、今度はこのフリーザトーンのこちらのループに入ってまして、いわゆるエフェクト系ですね、リバーブが、アスペカデバイスのレビテーションを使ってまして、ディレイも強と弱2つ準備してて、強はですねこのルナエコーっていう、これがまた結構面白いペダルなんですけど、これで、結構アナログディレイ感強いアナログディレイです。でもう一個の弱の方はマレッコの、アナログディレイ、こっちは結構ナチュラルめな、こっちよりはもうちょっと綺麗なアナログディレイって感じで、ナチュラルにかける感じのアナログディレイですね。最後フェイザーはこのアリオンのステレオフェイザー、これ単体でここに入れてますね。こっちは、プログラムせずもうオンオフって感じで使っているという感じですね。で最後アンプを、2つにのアンプに送ってるんですけど、こっちのアウトで切り替わるようになってますね、そのアンプに関しては。だからここに1回行ってこっちに戻って出ていくって感じになってます。はい、なんか一言でファズトーンって言ってもめちゃめちゃバリエーションがあるじゃないですか。で僕は基本的にはそのハイゲインなトーンっていうのをそのアンプで作ったりとかディストーションペダルで作ったりってことはしなくて、全部こうロングサスティンだったりとかゲインの高い音っていうのはファズで作るようにしてるんですけど、まあ、なんかそれは多分最初こうギターをガンガン弾き出した時とかにやっぱりこうジミー・ヘンドリックスとか、ジミー・ペイジとかそういうギタリストがすごい好きだったんで、理想としてはファズ・フェイスとかトーン・ベンダーの音色がすごくやっぱギターでソロを弾くとかギターが目立つって時には一番こう自分の中でしっくりくるというか心地よい音色っていうのはあるんですけど、なんかこう今はもっといろんなファズもたくさん出てて、なんかファズファクトリーみたいなのだったりとか、そういう音色も最近はすごい好きですね。最近だとのプラズマペダルとか、ああいうなんかすごいモダンなファズトーンの可能性とかもすごい感じていて、もう一番奥深い気がしちゃってて僕の中では、やっぱボリューム絞った時のリアクションとかも結構他のオーバードライブだったりとかアンプとかに比べて面白いんですよね。なんかその本当にですごい有機的な音に感じていて、僕はファズ のちょっとノイジーな感じとかが、基本ファズのトーンは全部好きみたいなところがあるんですけど、やっぱ自分としては今ライブだったら、トーンベンダーの音、特にこの、まあ、マーク1っぽいやつってことですかね。ファズベースも好きなんですけど、やっぱライブでいろんな曲を演奏して瞬時に踏み替えたりとかギターを持ち替えたりとかしてると、こうボリューム操作をいっぱいたくさんやるっていうのは難しくて、そこまでシビアにできないので、トーンベンダーの方がライブでそうリードを取るにはボリューム10でも結構使いやすい音がするんで、このトーンベンダーマーク1系の音がやっぱ今一番ライブではナチュラルに自分の音として使ってる感じはありますね。
そうですね、ヴィンテージのペダルのね、コレクションとかもすごい興味はあるんですけど、欲しいなとか思ったりすることもあるんですけど、結局なんかその機材を買うときに僕結構大事にしてるのが、これもそうなんですけど、本当に大事な大きな理由でもあるんですけど、やっぱライブでもう相棒としてガンガン使えるかっていうところで、やっぱこれも70年代のギターなんで、まだ状態とかもライブでガンガン使える状態だったんで、っていうのも決め手だったんですよ。で、ペダルに関しても本当そうで、やっぱり古いペダルをこうツアーとかに、20本30本とかツアーやったりするのに、ずっと車に乗せてこうボードに入れて運ぶっていうのはちょっと現実的じゃないなって、値段も高いし、いかにその本物っぽい音をちゃんとこうリーシューでこう本気度のある音で再現できてるのかみたいなところが、結構そのいわゆるリーシューものが探す時にはすごい重要視してまして、このロノベンダーはだからすごい、まあ値段もそんなめちゃめちゃ高いってわけじゃないですし、基本的にすごい好きですね、マンレイサウンド。ただこれでもやっぱりゲルマニウムはずなんで、夏の場のフェスとかは結構大変なことになりますね。はい。アリオンに関しては、僕基本的にその何でもいい派なんですけど、音が良ければみたいな。アリオンは多分初めて買った歪み以外のエフェクターなんですよ。で、高校生とかだったんで、もう買えなくて、普通に高いので3000円とかだったんですけど、これ買って、で使っていて、特にその何もこだわってなかったんで、なんかちょっと普段と違う雰囲気にしたいなみたいな時とかに、アルペジオとかの時にこうかけたりとか最初してたんですけど、割とこうハイゲインのソロの時とかに踏んだりすると、ちょっとこうウニャウニャウニャってなって、ジミー・ヘンドリックスっぽかったりとか、あとこれの多分仕様なんですけど、ちょっと音でかくなるんですよ。で、なんか音もこう硬くなって抜けがすごく良くなるんですよ。で、一時期もなんかソロの時とか毎回かけたりしちゃってて、で、なんか割とこう、だからもう最初ギター始めた時からこう自分に馴染んでるエフェクターなんで、他のフェーザーとかももちろんいっぱい持ってるんですけど、エレハマだったりとかね、MXR だったりとか、これはちょっと替えが利かないというか、もうこれだけ僕のボードの中で唯一ちょっとこう、クオリティ、せ、あの、さ、製品のクオリティとしてはプロ仕様じゃないクオリティなんで浮いてる感じはあるんですけど、スイッチャーがあれば、まあ使えるって、まあ、直につなぐとちょっともうこう結構音色が相当変わっちゃう感じがするんで、使えないですけど、ちゃんとこうルーパーに入れれば、オンにした時音量上がりますし 音量上がるのが嫌だって人多いんですけど、僕は音量エフェクトかけてるってことは、そこで目立ちたいってことだから、音量ちょっと上がってるの好きなんだよなみたいな感じで、もうこれ結構替えが利かないですね。他の似た音色のペダルとかもなくて大好きですね。ビットコマンダーは最初、それこそ YouTube の動画で、ザ・デッド・ウェザーのメンバーがこう自分の機材とかを紹介する動画みたいなのがあって、でそれで、ギターのディーンかなが、ビットコマンダーでリフを弾いてたんですよ。で、一瞬だけ踏んで、ちょっとこうビヨーンってチョーキングとかして、また戻すみたいな弾き方とかして、うわ、あのペダルなんだろうみたいなのが最初でしたね。で、それで見て自分も使ってみたいなと思って使い始めたんですけど、まあ、ビットコマンダーの自分の使い方としては、こう楽曲によるんですけど、こう結構こうテンポが遅いリフもののハードな曲とかでソロとか取るときに、かなりのハイポジション、こういう、もうこんくらいのハイポジションで弾くときとかに、で1、2弦とかで、ただのこう歪みの実音だけのトーンだと、どうしてもこう上に行き過ぎてる感じがすごくしてしまうのを、まあ、これでオクターブの下とか上とかいっぱい出すことによって、ギターが1人になっても、1人でハイポジションを弾いてても成立してしまうというか、そのかっこよさと、あとやっぱこうなんか恐ろしいぐらいのこう倍音というか、やっぱそういうとこのかっこよさですよね。なんかあんまりこうに日本でバンドやっててこういうねことする人いないんで、本当にいないなと思ってたんで、だけどどう聞いてもかっこいい音だし、ギターかっけーってなるし、ビットコマンダー使うときは、そのファズにかけるっていうか、まずビットコマンダー自体が結構歪むんで、で、しかもその歪み量とかはそんなに変えられないってところがあるんで、クランチのこの音量でかくしたやつにビットコマンダーかけてるっていうパターンが多いですね。それでも結構な感じ。
こういう感じですかね。はい、テンタクルはですね、試奏してみたんですよね一回。その弾きたい、あの試しにと思っていろんなペダルをこうあのヤマハさんに行ってバーって全部つなげたりやつを一通り弾いていったら、その中にあったんですけど、思ってた以上にあのフロントピックアップにしてハイポーションに行くと、もうかなり正確に綺麗にスパーンってこう上に行くじゃないですか。アジア系の弦楽器みたいな音色に聞こえてくる時があるんですよたまに。それは結構かっこいいなと思って、対応するようにしてますね。はい、みたいな感じの音色では結構使えますね。パズのトーンを、まあ、歌物の中で生かすっていうことですよね。あのそうです、歌物の中で、まあ、特に意識もせず使ってしまってはいるんですけど、やっぱりこう派手な倍音が多いじゃないですか。やっぱそういうのって普通に強豪になるのってシンセサイザーなんですよね。その音色だったりとか、トランペットの割と強く吹いた時の音が割と強豪する人たちだと思っていて、だから全然歌物に合わないっていう感覚をまず持ったことがなかったですし、単音、まあ、和音が綺麗なファズとかもたくさんありますし、逆に言うと和音にするともうぐちゃぐちゃになるファズとかいろんな特徴があるんですけど、まあ、あとボーカルがファズの音が出てもそんなに埋もれないボーカルってところも大きいかもしれないですね。やっぱり人によってはもううるさすぎて、いやーボーカル聞こえないってなっちゃうかもしれないんですけど、僕のバンドは幸いにもあのファズにも負けない声を出してくれるボーカルがいたんで、あの思う存分ファズを踏めるという感じでやってますね。僕は結構その単音で弾くことが大事だと思っていて、でその倍音がいっぱい出るってことによって単音でも結構埋まりますし、空間がだからそんなにこうわざわざ何本も弦を鳴らさなくても済んでしまうってとか逆にかっこよさで、その和音でこう和音が綺麗に響きやすい音色でギター弾いてしまうと本当に結構ギターが伴奏になってしまうんで、そこをあえて単音にしてファズにすることによってくっきり存在感出せるみたいな風に僕は感じてやっていたので、でやっぱりその、まあ、ずっとそこにさっきから話戻っちゃいますけど、まあ、ジミ編とかジミページとか映像とか見てて、まあ、必ず普通にこうマシャル199スーパーリードが置いてあって、だから最初すごい憧れはありましたね、あのヘッドのスタイルに。で実際自分でもあの使っていたんですけど、思った以上に音でかいみたいな。で真空管抜いて 50W とかにして使ってたんですけど、それでもでかいみたいな。すごい大変だなと思って、だから本当今はそれをコンパクトにしてしたスタイルのやつをライブで使ってますけど、やっぱり僕の中ではあの1959すごい好きですね。なんかもうギターの結構クランチにしといて、もう普通にバリバリ歪んでる状態にしてセッティングして、それプラスオーバードライブもプラスしてこう伴奏の普通のオーバードライブトーンを作るっていうにしてまして、自分たちのあのライブのローディーさんもやってくれてるシノーズアンプっていうブランドのアンプの 50W のフェンダーかマーシャルかみたいなちょっと曖昧な感じではあるんですけど、結構割とクリアなトーンが出るアンプでして、でそれにこうファズペダルを入れてちゃんとこうファズペダルの音がするようなセッティングにして使い分けてますね。やっぱクランチのアンプだとそこまでファズの色が出ないというか、その混ざったトーンになるんで、それよりももっとがっつりファズの切り替えた時にファズをあの違いが出るようなトーンにしたいなと思って、そのアンプはクリーンのアンプをもう一個準備してます、ファズ用に。僕小学生の時とか多分第2世代だと思うんですけど、第2次ミニ四駆とかあのベイブレードもそうなのかな、第2次なのかな、あれわかんないですけど、そういうおもちゃで普通にその少年もののおもちゃでめちゃくちゃ遊ぶ子だったんですよ。で
そうなんですか、ミニ四駆やったりとかもいっぱい改造したりとか、あのパーツの組み合わせとか考えるじゃないですか、あの子供のおもちゃって。もうそれはなんか全てに共通してて、例えばあの遊戯王カードとかありますけど、全部こう組み合わせを考えるわけじゃないですか。でポケモンとかやるときも、じゃあ戦うポケモン組み合わせ何にしようみたいなのを、まあ、今でもやるんですけど、多分それに近いと思うんですよね。で一個一個がまず魅力的で、これ見てもらえば分かると思うんですけど、まずデザインとかも全部違くて、で多分そこにもみんな多分作った人の音はもちろんだし、ビジュアルだったりとか、そのブランドのポリシーだったりとか、そういうものが全部あって、まあ、道具なんですけど、ある種これ一個作品じゃないですか、それぞれが。だからその作品を楽しんで、自分だったらこの作品をどうやって自分のものにするかなっていうのを考えて、まあ、僕は本当にまずギターのね、ペダル、コンパクトペダル非常に大好きですし、まあ、その EQD に関しては、あの例えばこうペダル自体のビジュアルのデザインとかもすごいこう独創的だったりとか、やっぱその道具感が薄いですよね。さっきも言いましたけど、こう道具ってよりかは一つの作品だったりとか、こうミュージシャンに対してあのこうなんかこう投げかけてくれてる、イマジネーションを与えてくれるあのものっていうイメージがすごく強いので、本当にこうなんだろう、クリエイティブなものを作りたい人、普通の音じゃ満足できない人ですよね。なんか普通の音がいい人はもう普通の音やってくれてりゃいいんですよ、正直。あのまあまあだからも関係ないと思いますよ、正直。人とは違うオリジナリティのある音を出したい人、それはギターは当然ですし、ギターだけじゃないと思うんですよね。あのベースやキーボードや、まあ、はたまたドラムだろうが、なんかそういうのに全部こう結構対応してる気がしますね。こうクリエイティブな音を作りたい人に向けて、そのあの準備図工室を準備してくれてるみたいなあのものにすごく感じるので、これから本当にこうあのなんて言ったらいいんですかね、こうギターサウンドがこう音楽シーンの中であのビビッドなこう目立つ存在になり得るのって、やっぱ僕そういうトーンをもっとすごい使った方がいいんじゃないかって非常に思っていて、あの、まあ、例えば普通に日本以外の、ね、国で言ったらあのジャック・ホワイトとかそうですし、あのセイント・ヴィンセントとかも本当にこうポップソングの中でちゃんとこうファズトーンを生かしてるんですよね。で絶対かっこいいと思いますし、そういうぐらいのやっぱこうアバンギャルドさがないと、多分ギターミュージックってどんどんこう古典的な音楽になっていってしまうと思うんで、ギターミュージックが古典的な音楽じゃなくて、よりこう独創的な音楽であり続けるために、とても一役買ってくれる大事なブランドだと僕は思って、僕も使っているんで、皆さん若いみんな、これから新しいこれからの時代の音楽を作っていく皆さんは、ぜひね全部チェックしてほしいなと思います。はい。